R-1 コブラ r -1 GQI コブラ r -1 コブラ,コブラ,コブラ,コブラはベルヘリコプターテキストロン社が開発した世界初の攻撃ヘリコプターである。機種名 R-1 とはアタックヘリコプター1の略。1967年に UH-1 をベースにベルヘリコプターテキストロン社が開発した世界初の本格的な攻撃ヘリコプターで その後登場する各国の攻撃ヘリに大きな影響を与えた。当初は R-56 の開発の遅れからその完成までのつなぎとして採用されたが、R-56 がキャンセルされたために主力攻撃ヘリとして運用され続けることになった。初飛行は1965年9月7日、1967年から現在までに1000機以上が製造された。 乗員二人。前席に射撃手、後席に操縦士が縦一列に登場する、タンデム式コックピットを採用し、機種下に、機関砲を搭載する。これは後に、各国で開発されることになる、戦闘、攻撃ヘリコプターでも、広く採用されることになる。2 0ト、mm、ル機関砲や、倒体戦車ミサイルなどを、主武装とし、ベトナム戦争や、 湾岸戦争などの多くの戦闘に投入された。アメリカ陸軍では、後継機種である R-64 アパッチの採用により、前期が退役しているが、改良型である R-1Z がアメリカ海兵隊で運用されているほか、日本の陸上自衛隊をはじめとする諸外国でも、現役で使用されている。日本では R-1S を国内で、 ライセンス生産しており、平均調達価格は約25億円で、米国の約3倍、特に末期に調達数が減り、単価は48億円、6倍にまで高騰した。モデル207アメリカ陸軍は、1960年代初頭より本格的な攻撃ヘリコプターの開発を検討していた。しかし、アメリカ空軍が攻撃ヘリの構想に強く反対したため、 UH-1 のような汎用ヘリコプターに並走を施すガンシップに近いものを計画した。しかし、ベトナム戦争においてヘリに機銃やロケット弾を装備させたガンシップを運用したところ、重量増加による巡航速度が著しく低下するなどの問題が発生した。また、生存性の低下も課題となった。エンジンの乾燥や走行板の貼り付け、 防弾ガラスの重ね合わせなどの応急処置が取られたが、元が輸送用ヘリコプターであるため決して良作とは言えなかった。ベトナムの情勢が悪化する中で、ベルシャは自社資金により独自に攻撃ヘリの研究を進め、1962年に D25 色濃いオリアと呼ばれるモックアップを完成させた。D25 は UH-1 をベースにした攻撃ヘリで、 タンデム式コックピット、機種仮面のターレット、胴体中央部に取り付けた、スタブウィングなど、後に出現する攻撃ヘリの特徴をすでに備えていた。この D225 は、実際に制作されることはなかったが、アメリカ陸軍関係者の注目を集めるには十分で、あった。ベルシャは続いて、O-13 を改造した、モデル207と呼ばれる実験機を製作した。 この機体もやはりタンデム式コックピットを有し、M60 機関銃を2丁備えたチンターレットを備え、胴体にはロケット弾ポッドを装備していた。モデル207は1963年1月から約300時間の飛行テストを行い、タンデム式コックピットや並走システムが攻撃ヘリとして最も適しているものだと確認された。モデル千九百六十四年、 アメリカ陸軍は新型空中火力支援システム計画を立案し要求仕様を国内のメーカー各社に提示した。このトキベル社は UH-1 をベースにモデル209を自社資金で開発した。モデル209は UH-1C にモデル207の実験で得られた成果を生かした攻撃ヘリコプターで1965年3月に JP ダプスタッド機種を中心に開発を開始したものだった。この機体はガンシップの先訓から低振動で良好な視界を確保するという条件を重視して開発されたが、エンジンやトランスミッション系、ビブコーンローターシステムなどは UH-1 と何ら変わらないものだった。しかし、胴体の座席はタンデム式に並べた複座となっていて、 正面から見ると極端に縦に細い胴体が新規に設計されている。また、胴体中央部に4機のパイロンを有するスタブウィングが取り付けられ、これ自体が高速時にある程度の揚力を発生させることで、モデル209の機動性向上にも寄与していた。しかもスタブウィングの下のパイロンには、ロケット弾ポットとミサイルを設置することができる。また、機種には、 可動式ガトリング砲を標準装備することで、多方面への攻撃性を増している。この機体の開発は短期間で行われ、1965年9月7日に初号機が初飛行している。国内のほとんどの航空機メーカーが参加した。この計画は、翌1965年に、ロッキード社の R-56A シャヤンが選定機種として採用され、モデル209は、 不採用に終わった。しかし R-56 の部隊配備は順調でも1970年頃になると推定されたため、アメリカ陸軍は R-56 を不室に採用した時点で、すでにベトナム戦争に投入させる暫定的な攻撃ヘリの開発を模索していた。カマン HH-2C1965 年、アメリカ陸軍は、 現用ヘリコプターで攻撃ヘリコプターに転換可能な機種を検討するための委員会を設置する。そして委員会は以下の5種を選出する。そしてモデル 209S-61AUH-2 の3機種まで絞られ、1965年末よりエドワーズ空軍基地で2ヶ月間の実機テストが行われた結果、モデル209が 暫定攻撃ヘリコプターに選出されたのである。モデル209には R-1G ヒューイコブラという正式名称が与えられた。1966年4月に試作機2機に続き、量産機100機の発注がなされた。そして1967年の9月には実戦に投入されている。一方、本命であったフス計画は R-56 の技術面。 コスト面の問題を解決することができず、構想の大幅な見直しなどが重なったことから、キャンセルされてしまった。よって、R-1 に主力攻撃ヘリの座を譲ることとなり、今日に至る。また、このキャンセルによって、暫定攻撃ヘリコプターという呼び名も使用されなくなる。前方から見た R-1G 最大の特徴は、幅99センチメートルという非常にスリムな。 胴体と搭乗員をタンデムに配置したことである。これによって、全面面積は UH-1 の約3割にまで減少され、速度の大幅な増大と低い視認性がもたらされた。初の量産型である R-1G のエンジンは 1400HP の T53L-13 が搭載され、最高速度は時速2 7 8トルに達し、 同じエンジンを積む UH-1H の 205km を大きく上回る。コックピットは前席が伊手県副操縦席、一段高い鉱石が操縦席となっている。基本はモデル209と大差ないが R-1G との相違点は速度向上を図って採用された引き込み式スキットの装備にある。これは重量増加に対し、 それほど効果がないと判断されたため、G 型以降の量産機では固定式に変更された。メインローターは UH-1 と共通の半関節型で、初期には UH-1 と共に地形に沿った低空飛行での墜落事故が多発している。原因はマストバンピングによるローター分離と特定され、後にマストの大業化とバネを装備する改修が行われた。 M197 ガトリング砲騎士仮面のターレットには、M1347.62mm ミニガンと、毎分400発の射撃が可能な M129、グレネードランチャーの搭載が可能である。なお、R-1S アップガンが対抗の機体では、ユニバーサルターレットに換装され、発射速度毎分680から750発の 20mm、 M197-3 方針ガトリング砲を搭載する様になった。胴体中央部のスタブウィングには4箇所のパイロンがあり、ミニガンポッドロケット弾、ポッド BGM-71、胴体戦車ミサイルなどの兵装を最大で 700kg まで装備することが可能である。R-1S ベトナム戦争集結後には、R-1G2BGM-71、 当対戦車ミサイル運用能力付与がなされた。当運用能力を付与された機体は R-19 と呼ばれ、機種部に光学望遠鏡方式の照準装置を装備しているのが特徴である。米陸軍では重量増加によるエンジンの出力不足が問題視されたため、アイカム計画が立案され、エンジンを熱出力 1800SHP の T53、 L-703 に換装、トランスミッション、機体各部の強化が施された R-1S が登場する。なお、R-1S はその後も段階的に回収が加えられており、いくつかのバリエーションがある。R-19 から回収した機体とはじめから R-1S として生産された初期生産型、初期生産系をより能力向上させた型、さらに、 これに近代化回収を施した型で、R-1S 回収が対抗ル R-1S、R-1S 量産が対抗ル R-1P、R-1S アップガンが対抗ル R-1E、R-1S、e、近代回収が対抗ル R-1F と分類される。なお、陸軍向け仕様の R-1S 系統だけは、太陽光の反射で発見されるのを防ぐためキャノピーが、 角張った平面型となっている。米海兵隊の R-1Z バイパー、アメリカ海兵隊は、洋上運用が多いことからエンジンを、ツインパックの T400 とした R-1、JC コブラを採用した。その後も改良が続けられ、1986年3月から実戦配備されている、米海兵隊向けの R-1、W スーパーコブラなどの派生型もある。 最新型は R-1Z バイパーで、米海兵隊は2004年から2013年までに180機を R-1W スーパーコブラから R-1Z バイパーにオーバーホール時に改造更新することを計画している。R-1S 前日の通り、ベトナム戦争時に多数が導入され、実戦に投入された。陸軍は1973年に G 型に次いで、 r 1 q を採用し、同時に290機の G 型を Q 型に改修・改造させた。1977年には R-1S の採用を決定し、新造機100機の発注に加え、当時保有していた198機の G 型を S 型に改修させた。これに続き、機関砲やロケット弾などの射撃能力向上を図ったステップ2型を98機製造。 さらに1979年に新型火器完成装置を搭載するなど近代化改修を施したステップ3型を新造機で98機、ステップ1、2型約860機をステップ3型規格に改修した。これによって1988年の時点でステップ3レベルの R-1S を約950機保有するに至った。 海兵隊では1969年に陸軍から R-1G を39機移管される形で受領した。同年4月末より順次ベトナムへ投入されている。しかし元々が陸軍仕様であった G 型は海兵隊にとっては使いにくい面もあり、海兵隊仕様の R-1 の発注を行う。この海兵隊、 使用 R-1 は R-1JC コブラとして採用され、1971年初頭に最初の4機がベトナムに配備されて、以降、1975年までに67機が購入された。後継機である R-64 の採用によって、現在ではアメリカ陸軍の R-1 は全機が退役している。一方でアメリカ海兵隊では、 改良型の R-1W スーパーコブラ及び R-1Z バイパーを現在でも使用しており、イラク戦争にも投入している。陸軍の退役機の一部は武装を撤去し、合衆国森林局などが対森林火災用として使っているほか、民間による登録もある。イスラエル空軍第160飛行隊の R-1 回イスラエル空軍第161飛行隊の アーマイナス1回イスラエル空軍は1973年の第4次中東戦争の経験から攻撃ヘリコプター導入の検討を開始し、当初はシコルスキー社製の S-67 ブラックホークを導入予定であったが S-67 の試作機が墜落したことにより契約は白紙化され、これに代わってすでにベトナム戦争に投入され、 戦果を上げていた R-1 の導入に切り替えられた。1975年に6機の R-1G を導入して評価を開始し、良好な結果を得たことから翌1976年に R-1 の追加発注と購入した6機の R-1G をアメリカに変装して、東代戦車ミサイル運用能力を持つ R-1、急相当に回収することが決定された。 1977年12月に最初の R-1 飛行隊として第160飛行隊が編成され R-1 にゼファのニックネームが付けられた。1978年8月にアメリカに変装していた6機の R-1G が回収を受けてイスラエルに再度戻され1979年には追加発注分の R-1E6 機がイスラエルに到着した。 1979年5月9日には、レバノン方面での作戦に初めて投入され、作戦は成功裏に終わった。これを受けて、イスラエル空軍は R-1 の増強を図ったが、アメリカが大量輸出に難色を示したため、導入予定数の一部を MD500 ディフェンダーに切り替えた。1982年のレバノン紛争では、T-72 を29両と、 装甲兵員輸送車4両、装甲車22両、その他30両の車両を破壊し、イスラエル側の損失は1機という一方的な戦果を上げている。1985年には24機の R-1 の追加導入が認められ、2番目の R-1 飛行隊として第161飛行隊が編成された。このこれらの飛行の R-1 は2000年に、 イスラエル軍がレバノン南部から撤退するまでこの地域での活動を継続していた。1990年以降、イスラエル空軍は R-1 よりも新しく重装甲の R-64、アパッチの導入を始めたが、R-1 の運用も継続され、独自の回収としてセンサー類の追加、チャフフレアディスペンサーの追加が行われているほか、 国産のスパイク対戦車ミサイルの運用能力も付加されている。2005年には第161飛行隊が解散となったが、同時期にアグレッサー部隊として再編された第115飛行隊に、ス -16 戦闘機と共にアー、R-1F が配備された。なお、この年にイスラエル空軍はアー、R-64D アパッチロングボーの部隊配備を開始している。 2013年末に軍事予算の関係でイスラエル空軍から R-1 が退役していたことが翌年報道された。2015年には退役したうちの16機がヨルダン軍に供与された。これはアイスセルと戦うヨルダンを支援する活動の一環として行われた。バーレーン空軍が24機の R-1P を導入。ヨルダン空軍が R-1S を24機。 R-1F を25機導入。うち16機は2013年にイスラエル空軍から退役したものである。パキスタン陸軍が1984年に20機の R-1S を発注し、うち10機を導入した。これらの機体は後に R-1F に改良されている。2007年には12機の R-1F を発注し、2010年に14機が導入された。 2013年には、ヨルダン空軍から退役した R-1S8 機を購入し、運用機数を増やしている。陸上自衛隊の R-1S コブラの 20mm 機関砲を整備している自衛隊員陸上自衛隊が昭和52年度予算と昭和53年度予算で研究用として1機ずつ購入し、昭和54年度と昭和55年度にそれぞれ配備された。 昭和57年度予算からは本格的な調達が開始され、7期目から富士重工業によってライセンス生産も始まり、2000年12月14日までに90機が生産された。陸上自衛隊は2020年3月末時点で R-1S を52機保有している。なお、陸上自衛隊で使用されている R-1S は、 最初に輸入された2機が能力向上型の R-1E に富士重工業でライセンス生産された機体は発達型ラットの R-1 回に相当するものである。74号機以降は C ナイトと呼ばれる夜間作戦能力向上型となり、73号機以前の機体も少数が改造されている。数々の改修により燃料を最大に積載した状態では、 9300ポンズとなり、最大離陸重量1万ポンズに近く、最大武装状態では飛行ができない。また、弾薬を多く搭載すると燃料積載量を減らさねばならず、飛行時間が減少する二律背反現象が起きている。エンジン不良によって数件の墜落事故が発生している。2000年に東富士演習場で発生した落着事故に関し、 川崎重工は防衛庁によって PL 法に基づき訴訟を提起され2012年1月30日に東京地裁から2億3000万円を賠償を命ずる判決を受けた。単発機の特性上エンジンの故障は即座にエンジンリスタートの試行やオートローテーションを用いた着陸を選択せざるを得ない状況を生む。2001年8月27日に防衛庁は 陸上自衛隊の次期戦闘ヘリとして、三菱重工業が提案した最新型総発4ローターで、性能、信頼性ともに大幅に上昇、R-1W のダイナミックコンポーネントからの改造製作が基本である R-1Z を下し、富士重工が提案した、ボーイングの R-64D アパッチロング棒を選定した。これは、陸自と、 アメリカ陸軍の密接な関係により採用されたもので、現行 R-1W と共通性はあっても R-1S とは機体構造が違い、元来がアメリカ海兵隊向けの R-1Z は分が悪かった。なお、R-64D はボーイングが2007年にブロック2の生産終了を発表したため、部品供給を前提とした 富士のライセンス生産が不可能となり、中期防衛力整備計画分の6機と中期、防衛力整備計画分の4機と中期、防衛力整備計画分の3機の合わせて13機で調達を打ち切ることになった。後継機は再検討されるが、退役の迫る R-1S の運用がどうなるのかは未定である。配備部隊、機関陸上自衛隊航空学校北部方面隊。 東北方面隊、東部方面隊、中部方面隊、台湾陸軍の R-1WR-1、ワッ t 1992年に42機と1997年に21機を導入、合計63機が導入されました。8機の R-1J と60機の R-1F を導入、J 型は全機体液している。台湾国陸軍が1990年より4機の、 R-1F の導入を開始し、2004年の時点で3機を保有、運用している。トルコ陸軍が中古の R-1P、S を32機導入した。後に、これらは R-1 回レベルにアップグレードが施された。スペイン海軍航空隊が8機の R-1G を運用していたが、現在は全機が退役している。2018年にヨルダンから フィリピン空軍へ4機の中古の R-1S の譲渡が提案されたが、初般の事情から2機に減少した。2019年に2機の R-1S がチャーター、された R-124 で夜ンから、フィリピン空軍のクラーク空軍基地に輸送された。同空軍の R-1S は、ライトグレーで塗装されているとみられる。アメリカのフロリダ州は陸軍を退役した複数の r 一を、 ベル209として1999年から登録を始め、消火バケットを備えた消防ヘリコプター、ファイアスネークとして運用した。ワシントン州は、退役陸軍機複数を R-1 として2003年から登録を始め、同じく消防ヘリコプターとして運用した。合衆国森林局は、退役陸軍機二機をベル二百九として二千三年と二千四年に登録し、 赤外線モニターなど高度な情報収集能力を備えた火災監視ヘリコプター、ファイアウォッチとして運用している。退役軍人などで運営されるアメリカの非営利団体、陸軍航空遺産財団には、武装を撤去した a 1 f が米陸軍から提供され、アメリカ陸軍、スカイソルジャーズとして4機編成の展示飛行を行った。 オーストリアを拠点とする民間エアロバティックチーム、フライングブルズには2005年に1機のトマイナス 1F が加えられた。この機体は退役後に廃棄されていたもので、修復して2002年にアメリカで登録されている。R-1QR-1G の3面図 R-1F の3面図。ありがとうございます。